キャッチー生放送でお送りしています。さあ最初のコーナーはあなたの毎日にプラスな情報をお届けするデイプラス。さあ本日のデイプラスはゲストにお越しいただいています。プラスパチパチしてる、はい、琉球ドラゴンプロレスのグルティンマスクさんとハイビスカスミンさんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いやなんかキャッチーのパステルカラーがすごく似合わないお二人が、原色が似合うお二人が来ました。なんかもうあの沖縄に浮かれて新婚旅行来たカップルみたいな確かに、はい、ということで、グルクンマスクさんはね、はい、以前にもキャッチーにお越しいただいてまして、うん、はい、まあ、ガンプラが好きっていうのがすごく印象的だったんですけれども、うわちょっと恥ずかしいですね。これすごいですね、はい、すごい量ですね。今200個超えましたね、はい、あすごい、ね、でそしてハイビスカスミーさん初キャッチということで、はい、そうですね、同じ奈良県天理市出身のエモヤンにプロレス技をかけたくてうずうずしております。どういうモチベーションなんですか。いや同郷の人見つけたらもっとあるでしょやるではですねエモヤンが技をかけられる前にかけられるんや俺はこの後まず今年の1月に行われました琉球ドラゴンプロレスの活動の様子ご覧ください。豊見城市で行われた琉球ドラゴンプロレスの試合、年始めの大会はシングルマッチのチャンピオン竜王を決めるトーナメント戦、準決勝に進む4人を決めるべく2回戦までが行われました。団体旗揚げ11年目となる今年はドラゴンプロレスが初めて迎える辰年、去年発表した引退を撤回し現役続行を決めた52歳グルクンマスクは代表を務める団体名に込めた思いがありました。旗揚げの頃ぐらいに首里城行った時に竜柱が立ってて、あこれがすごくかっこいいなと思ったんですよ。竜が守ってるっていう、で沖縄のやっぱり象徴するようなまあ、生き物というかが僕は竜だと思ったんで、まあ、竜に守ってもらおうっていう。グルクンマスクと共に創設からリングを守り力をつけてきた後輩たちを鼓舞する38歳のベテランは、まあ、先輩っていう立場からするとやっぱり後輩の試合はまだまだ、まあ、心配というか危なっかしいなって思ったりをするんですけれどもどグルクンさんも、ね、引退をとどまってくださいましたけれども、みんなもねちょっと、まあ、追いつけ追い越せって感じで、はい、頑張ってもらえたらなと思います。そのベテラン同士がトーナメント2回戦で対決、男女対決体格差もありますが、ハイビスカスミーは15歳で海外修行に飛び出して以来リングで身につけた技と強い気持ちで会場を沸かせます。ひどいことしますね。そこまで珍しいことではないですけどやっぱり沖縄ってなるとまだまだそこまで浸透してないのかなっていうところがあるのですごい初めてやっぱ見に来てくれたらびっくりされることが結構ありますよね。プロレスって本当に皆さんのステレオのイメージがあると思うんですけど、いやそうじゃないんだよ、みんなが楽しんでもらえるエンターテインメントなんだよっていうところをやっぱ標榜して、で皆さんがあっと驚くようなことをちょっとでかいことをやりたいです。そして試合は粘り強さを豪快な技でねじ伏せたグルクンマスク、立ち名乗りを上げ大会ベスト4に駒を進めました。ひどいことしますね。多分初めて見る方が結構多かったと思うんですけど、概ね喜んでいただいたかなっていうのがあるので、やっぱりそうやって喜んでくださることが僕らプロレスラーの次の力になるんで、まあ、今日はちょっと手応えはそれなりにありましたね、はい、初年イコール琉球ドラゴンプロレスの年だと思っておりますので、もう今年ブレイクしなきゃもう終わりだぐらいの勢いで、ね、勢い、はいはい、それぐらいの勢いで頑張りたいと思います。まずは、4月28日の11周年記念大会に向けて、みんなで力を合わせて全力で、戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。龍の年にかけろ琉球ドラゴンプロレス。
すごい、はい、大迫力でしたけども、ありがとうございます。11周年イベントが4月28ということで、はい、もう今週なんですね。そうなんです、うん、はい、旗揚げ11周年記念大会琉球ドラゴンメモリアル2024那覇文化芸術劇場那覇アートで開催させていただきます。大きい会場で、はい、那覇アートですか。そうなんですよ。すごいですね、はい、今年で2回目なんですけどね、うん、あのステージの上にリングを作って、うん、一方からはまあ皆さん見ていただくという形ですね、まあ、はい、普段とはまたちょっと違いますよね。そうですね、はい、うん、僕正直こうプロレス勉強不足なところあるんですけど、うん、どういう選手が出られるんですか。どういう選手ですか。はい、ね、気になりますよね、はい、気になる対戦カードなんですが、 QAB アナウンサーの実況を交えて VTR でご覧いただきたいと思います。どうぞ。豪華琉球ドラゴンプロレス旗揚げ11周年記念大会対戦カード。メインは右満超座竜王選手権試合。王者ティーランがリング上でセイバーを挑戦者に指名、共闘も呼びかけている一戦。マッドドッグクラブ解散後、真意が見えないセイバーはこの王座戦でどんな答えを出すのか。タッグ王座の総竜王は海の支配者ポセイドンを名乗る王者組のモズク&ジョーが、フリーダムスのデスマッチファイター佐々木隆と杉浦徹の挑戦を受ける。乱戦必至の結末は。そして X とされていたグルクンマスクの対戦相手はなんと新日本プロレスの小島聡。メジャー3団体全制覇の剛腕にどう立ち向かうのか。その他、早期がブラックメンソーレと組んでドラゴンゲートのヤマト、BB ハルクと戦うタッグマッチなど、豪華ゲストによるカードが盛りだくさん。以上、琉球ドラゴンプロレス旗揚げ11周年記念大会対戦カードの紹介でした。いたらー、いた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 タップしてるから、タップしたら止まるんじゃないの。いやでもエモヤンも鍛えてるからプロレスラーみたいに見えますよ。骨は鍛えるとかないからもう天理帰ってこないでくださいもうびっくりした。今でもやもかけてもらいましたけれども、それにしても対戦カード見てもすごいですね。はい、今回去年より実は1試合多い7試合なんですけども、目玉は私の対戦相手新日本プロレス小島聡選手ね。こんな選手と私シングルマッチをやらせていただくことになったんですけど、はい、これちょっとね、これのために僕ちょっと今体重増やしてるんで。あ、そうなんですね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ではこの大会の見どころのご紹介お願いします。はい、琉球ドラゴンプロレスリング、おかげさまで11周年になりました。11年の集大成を選手全員で、ご覧いただきたいと思いますので、ぜひぜひいい会場でもまた YouTube 配信でもありますんで見ていただきたいと思います。はい、さあそしてプレゼントもいただけるということで、はい、やっぱり生で見ていただきたいんで、はい、本日はですねペアで5組10名の皆さんにチケットをプレゼントさせていただきます。 ありがとうございます、はい、家か、だいぶゆくってますけれどもはい、ということで琉球ドラゴンプロレス旗揚げ11周年記念大会のペアチケット5組様にプレゼントします。キャッチーホームページから送ってください。そしてチケットを買って応援したいという方、琉球ドラゴンプロレスのホームページまでお願いします。ぜひ生で見てね、興奮していただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。エモヤン大丈夫。いやでもこんな痛い思いをして頑張ってる皆さんも応援したくなりました本当に。ですよね、うん、はい、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。は